おもが、面白おかしく日本を元気にしようチャンネル、通称もおかチャンネルの第1回の記念すべき番組でございます。まあ、通常のパターンですと、まあ、なんで YouTube 始めたのかとか、僕のプロフィールとかを流す YouTuber 多いと思うんですけど、また、おいおいにとっといてですね、第1回から企画をやっていきたいなというふうに思います。テイクアウト料理っていうのは、まあ、飲食店でもみんな頑張ってると思うんで、まあ、うちも MRT 居酒屋やってるんですけど、肉味噌販売してますので、肉味噌を使ったお料理を紹介したいと思います。今回第1回の企画は、肉味噌が食卓の中心になることを宣言したい。肉味噌が1個あれば食卓が華やかになるということを検証していきたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。おもか。おもか。本日は円丸新御用邸にご参加いただいておりまして、今日料理の撮影会があるんで、潜入していろんなものを実験してみたいと思いますので、中へどうぞ。
10種類できましたんで実食審査をしてみたいと思います。まあ、今日僕一人だけだと面白くないんで、今日はスタッフのしおりちゃん来てもらってますんで。しおりです、よろしくお願いします。しおりちゃん見てこの数すごい、肉味噌一つでこんなにできるんですね、お料理が。いいね、この棒読み感だけど優秀ですね、肉味噌ね。じゃあちょっと食べてみたいと思いますんで、一番美味しかったやつをどれかちょっと考えながら食べてください、はい、それでは食べたいと思います。いただきます。いただきます。一食目今からいきたいと思います。前菜とか冷菜乗せて、はいどうぞ。うんうん一発目から素敵なリアクションをいただいて、すごい食感がいいんですよね。氷で一回冷やしてるからね。うん、はいはい、おいしい、おいしい、いただきたいと思います。永遠食える。肉味噌一個あったら、お父さんがピーマンだけ買って冷やしとけば永遠食えるんで、これおすすめ前菜です。続きまして、カルボナーラうどんいきたいと思います。うん、おいしい。僕みたいに40代になってくると締めのラーメンきついじゃないですか。そういう意味ではなんかこういいですよね、うどん。いただきます。めっちゃうまい。カルボナーラってベーコン、まあ、それが肉味噌が代わりになって、俺これ永遠食えるわ。続きまして、肉味噌担々麺。うん、おいしい。なんかちょっとヘルシーじゃないですか、ごまとか使ってるし。うまっ。これ お店のやつやん。考えたら天才ですね。続きまして、麻婆豆腐いきたいと思います。あ、うん、ん、お、来た。どうした、なんだろう、なんだろう。でもやっぱ辛い。コメントなし。おいしいとかじゃなくてね。続きまして、肉ラー油のせ水餃子。さあ、どうでしょうか。
うん。コメント、うんでした。すごいですね。僕ね、餃子うるさいんですよ。地元が京都なんで、王将で育ってます。うまっこれ。なんか餃子じゃない味がしました。餃子じゃない餃子やけど。肉味噌、茄子田楽。これはすごい肉味噌ですね。これはすごい肉味噌。あ、どうでしょうか。うん。うん、私これ、うん、好き。お、リアクションはいいですね。あ、うまいわ。レベル高いね、これね。うん。これみんな好き。子供も、お父さんもお母さんも、おじいちゃんもおばあちゃんも。肉味噌ジャージャー麺いきたいと思います。本日味についてのコメントせよということで、それではですね、全10品試食しましたんで、視聴者決まったら1問しかない。いやー決まんないですね。決まんない、はい。まあ、じゃあ一番良かったなっていうのもパッとじゃあ決めていきたいと思います。決めた、さすがに決めたもん。はいはい、いきたいと思います。指差しね、一番美味しかったのは、せーの、おお、担々麺。まさかのかぶり。どうして？なんだろう、担々麺って私普段食べないんですよ、辛いから。ああ、辛いの苦手なんですけど、ああ、ああ、なんかこの担々麺は甘くて美味しかった。いや、僕がこれが一番いいなと思ったら、やっぱりちょっと一番ね、本格的なんですよね。家庭でもできる料理で、かつ本格的っていう、これね、ぜひちょっとね、トライしてもらえるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。以上、今日の経論。毎回ね、最後ね、こうやって経論をバッと言っていきたいなと思うんですけど、今日の経論は、やり方は無限。やり方は無限っていうのはですね、まあ一つの、まああるゴールに達したいと、ある目標がある、設定した目標があります。でそれに対してね、なんかこう一つのやり方、二つのやり方でうまくいかないっていう時、まあ普通へこんでやめるやん。けどそこにたどり着く方法は無限にあるよと。だ、今回で言うと肉味噌だけど、それのアレンジで無限に、まあ今日10品でしたけど、100でもね、1000でも1万でもやっぱり限界ないということ。世の中がね、いろんなシチュエーションありますけど、やり方は無限ということで、皆さんの達したいゴールに向かって頑張ってもらえたらいいかなというふうに思います。今日の動画は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。